1925年9月18日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大将12位、軍一等校2級。教育者、唯室は弟。土佐藩士、唯光作の長男として、土佐国土佐軍神田村高上に生まれる。土佐海南市塾を経て、陸軍士官学校4年生徒となり、1882年12月。 陸軍士官学校を卒業し、陸軍将尉任官。1891年11月、陸軍大学校を主席で卒業した。陸士教官、大本営参謀を歴任し、日清戦争では、第二軍参謀として出生した。1895年から1899年まで、イギリスに留学し、その後、西部都特部参謀を。 臨時申告派遣隊参謀、第五師団参謀、参謀本部二部欧州班庁などを歴任した。シベリア派遣軍各国軍人らとの集合写真日露戦争では、第二軍参謀副長として出征したが、同軍参謀長、落合と与三郎少将と対立し、法典開選直前に第八師団参謀長に転出し参戦した。1909年5月、 陸軍少将に新旧市府評、第27旅団長、参謀本部第1部長を務め、1914年5月、陸軍中将となり、陸大校長、第15師団長、この絵師団長を歴任。シベリア出兵では、ウラジオ派遣軍の参謀長を務めた。その後、新太オ守備軍司令官を経て、1919年11月、陸軍大将となり、 軍事参議官を務め1923年に予備役に編入された。1925年9月18日公居。墓所は、ソメイ霊園1位マイナス4から19。弟の唯室の墓の同所にあり、左側の唯家の墓石が三重江の墓石である。陸軍士官学校を主席で卒業した春祭。旅順攻略では、 その難しさに警鐘を鳴らす数少ない良識者であり、早くから28センチ砲を用いるように提案していた人物であった。それの発明少佐ゆ井三つ海戦前第に2 8三砲仕様を主張したが、突飛なりとて一生に伏せられた。また、少々時代に、田中義一大将、佐藤浩二郎中将らと共に、 旅順要塞の攻略を軽視しないように進言したが、これも聞き入れられることはなかった。この、唯いの進言の的確さは、旅順要塞で大量の死傷者を出したことによって証明された。もしこの進言が受け入れられていれば、被害を最小限に済ませて、もっと短期間で旅順要塞を陥落できたと言える。一方、国交第一次放棄作戦を考え、 日本軍を窮地に陥らせた。しかし、これは、満州軍総司令部が、敵の数を偵察隊ぐらいだと間違って伝達された、上で構築された策であり、正確な情報が伝えられていれば、結の策は違うものになったと思われる。宇都宮太郎大将は、自身の手記で、松井志向哲後の第一部長について、第一候補は、結三江、第二候補は、 田村伊予造の婿、山梨半造、宇都宮の同期の柴勝三郎、新潟出身の星野金吾を挙げたが、福島中将も優位が最適であるとして第一部長に推薦にされている。また、日本軍の4回の出兵すべてにおいて、主要方面での参謀を務めている。ありがとうございます。